いや、キングオブコントね、ええ、とりあえず決勝ファイナリストに残ったということで、はい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 、もうすぐですけどね、決勝は、ええ、そうですね、うん、いや、ほんまに見てほしいですね。いや、本当にね、初の全国放送ですし、うん、なかなかね、この時代コントを、自分らのコントを見てもらえるね、うん、テレビで見てもらえるという機会も減ってきてるんで、うんうんうん、やっぱそのアキナはこういうコント師なんだぞっていうのを見せれたらいいなって僕は思います、はい、そうですね、はい、あとほんまに僕思うんですけど、やっぱりこういうのがきっかけで、うん、ちょっとね、知らんうちに態度が大きなったりとか、はい、ほんまにそういうのは、うん、絶対にお前初心に帰っていろんな人に感謝してっていうのね、はい、態度変わらんような人間でいたいなと思うんですよ、はいはい、そういうのはほんまにお互い注意していきましょう、もしあったら注意し合って、あ、なるほどね、はい、それは相方としてここでガンガンやり合ってるんですよ、はい、ちゃんと、はいはい、そうですね、誰かは注意してくれませんから、まあね、うん、はい、カメラちっちゃない、出てる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 、いや、スマホで撮ってるから、すいません、あ、そう、いや、いいのよ。で、ザ・マンザイもですよ、はい、ザ・マンザイはね、まあ決勝大会が年末ですけども、うん、その前に認定漫才師ね、50組にとりあえず僕たちも選んでいただいてますので、はい、こういうキングオブコントとザ・マンザイダブルでね、ダブルで本当に優勝狙って、はい、ね、自分たちの未来をね変えていきたいなと思う。そうっすよね。いや、ほんまそうですよ。いいこと言いましたよね。はい。ほんまに自分らの未来、うん、切り開きましょう。いや、そうよ、はい。自分らでやっていかなあかんから。噛みましたけどね。全然そこはもう気にならへん。そこは熱い気持ちを持ってたら大丈夫ですよ。そう思ったところに、はい、今度大きいイベントありますよね。そうなんですよ。年末にね。はい。毎月僕たちの恒例の、はい、もうイベントとなってるんですけども、我々アキナ和牛、アインシュタイン、アインシュタイン、この同世代この3組によるね、アキナ牛シュタインというね、毎月新ネタを下ろして、はい、で3組でやる楽しいコーナー、うん、このイベントをやってるんですけども、これがなんと12月24日クリスマスイブにナンバーグランド花月での開催が決まります。うわー、すっげーね、ねえ、これすごい嬉しいですし、すごいことですよ。とうとう NGK ですよ。いや、ほんまについにね。やっぱ1個目標にしてましたからね。そうです。3組で、やっぱ NGK、ナンバーグランド花月でできるように早くならなあかんなっていうのは、うん、やっぱ言うてましたから、はい、それがもう今年の年内。君たちのサンタになれるのかな。また噛みましたけどね。そうそう、なんでそんなに。なんでだ、なんでそんな噛むの。迷いがありましたね。迷いがある。もう一回言うとこ、それは。もう一回。これ大事な部分。もう言うといた方がいい。みんなのサンタになれるかな。よう噛んだな、この短さを。ぜひ、12月24日予定を開けててほしいなと思います。はい。ぜひ、アキナ和牛アインシュタインに会いに来てください。はい。よろしくお願いします。